逆転裁判2男女2人で実況プレイ。だいたい貴様のような裏切り者さえいなければ私は負けなかった。そう言いたいのか。もしかして、もしかして、もしかして、あーセーブ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 なんか勢い任せてセーブって言っちゃったけどさ、いい感じの引っ張りやったんじゃないでしょうか。はい、行きましょうか。はい、皆さんこれトリーさんだとどうするお前トミーの可能性は大いにあるが、あしゃしゃしゃあしゃしゃとか言ってね、参りましょう。でいだ、誰この声は。だーん、みつるぎ会いたかったよ。生きてたかーい。曲降臨、新降臨の曲ですね。この曲はみっちゃんの曲です。何この曲、かっこいい、めちゃかっこいいやかっこいいないいね、いいね。久しぶりだな。なるほど、オッケー。この方がみつるぎ賢治。やれやれ、うん、何でも人のせいにするその性格変わらないな。メイメイって言ってるで、おい呼び捨てでな、呼び合う仲てんてんてん、妹みたいなもんだからね。かな、よくもよく恥ずかしくもなく私の前に顔を出せたものね、うんうんうん、カルマの名前に散々泥を塗った上、尻尾を前に逃げたくせに。カルマは完璧を持って容姿とするか。それでは君はどうなんだ。どうやらこの国ではかなり苦戦してるようだが、うんうん、どうやら君には荷が重いようだ。だからこうして帰ってきたんだよ。え、敵？マジで？マジで？姉ちゃん が降りる殺された、殺された、あっさり。勝手なこと言わないで。私はただの負けを認めたくはないだって言ったもん。認めたくないわけじゃない、認めたわけじゃない。ニュアンスね、ニュアンスで伝わったでしょ、ニュアンスね、うん。この事件は私のもの、絶対に渡さない。ほうほうほう、なるほど。龍一、明日法廷で会いましょう。あ、これは姉ちゃん一応ね、どこかの負け犬さんに勝利の意味を教えてあげないとね。協力してみるのかな。なあ、相変わらずにじゃじゃんだな。じゃじゃん、乗りこなせないな話す、行きますぜ。何やってたんだよお前よ。明日の法廷、死んだはずじゃなかったのか、ケンジ、三剣霊一は。なるほどお前の顔なんて二度と見たくなかったよ。照れ合いか。随分ないだろうな、1年分としては。好きすぎるかお前。なあ。明日の法廷出てくるつもりなのか。君も聞いただろ。あのジャヤウマはまだ負けを認めないつもりだし。うん、私の出番はないだろう。うんうんうん、てんてんてん。めっちゃ見てる。君が私を憎むのも勝手だ。ただ、一つだけ言えることがある。てんてんてん。明日の法廷、君一人の力では勝つことはできない。おう、どういうことだ。私にあって君には決定的に欠けているものがある、うん、それは組織だ。事実を探り出す力。はい、事実。この事件を理解するためにはある事実を知る必要がある。はい、まあその気になったら声をかけたまえ。声かけてって言ってる。はーい、喋りたいらしい。私はこの事件の担当刑事、検事ではない。情報を触れてやってもいい。キョキョキョ、昔話に花を咲かせましょうか。なるほどね。一体こいつ何を考えてるんだ。カルマの証、いろいろあったが、検事カルマ子は私の師匠だ、うん、完璧な勝利、それがカルマの証なのだ。1年前2つの事件でお前は被告の有罪を立証できなかった。突然検事局を去ったのはそのせいなんだろう。お前の大事な完璧な勝利が無に帰したわけだからな。てん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 。そんな自分勝手な理由で法廷に立つ検事なんて、言い換えてこなければよかったんだよ、みつるぎ。怒ってます。怒らなくても、それならば聞いてみたいもんだな。君はなぜ法廷に立つ、その理由は何だ。おお、哲学的なこと言い出したな、急に。どうした、立つ理由ですか。みっちゃん、カルマメイ、僕を見ると必ずこう言う。今度こそ貴様を倒す、うん、しかし法廷は弁護士と検事が戦う場所じゃない。僕は依頼人のために法廷に立っているつもりだ。彼らを救うために。被告人を救うだと。自分が勝訴することしか考えていない。そんな検事僕は認めない。たとえそっちが天才と言われていようと。お前のことだよ、みつるぎ。
凝ってるで。せっかく出れてきたのに。向こうめっちゃデレデレできたのにな。あんまりそんなに無限にしないであげてくれる。めっちゃデレデレやのに、みっちゃんは。どうやら君は大きな誤解をしているようだ。ほら、なんかツンってなってもったんちゃう、これで。誤解だってまあいい。今にわかる気が来るだろう。すれ違いですか。なんだって。すれ違いですか。情報くれんの？どれ行く？じゃあ人物ファイルで。はい。いきなり確信に迫ろうか。そうだね。もうこいつなんですよ。こいつとこいつ。個人って書いてた。はい。行きましょう。ほら。神谷桐岡。彼女には大きな秘密がある。よし。それを教えて。秘密。この事件のポイントは彼女にある。そう考えるべきだな。うん、あ、そんだけ。はい。じゃあ、ゆきおさんも。オッケー、行きましょう。うん。ゆきおね。ゆきおさん。ゆきおだっけ？ゆきえさんだっけ？ゆりえ？ゆりえさん？ゆりえさん。うん。なんかいろいろ混ざっちゃった。そう、彼女こそこの事件の鍵を握る人物だ。ごめんね。来た来た来た。そうなのか？もともと彼女は、神谷キリオの先輩だったのなだか。うん、突然プロダクションを移り、不死身の勲の担当になった。はい。そしてその数ヶ月後、天野ゆりえは死んだ。うんうん。あ、そうか。もともとはオートロンとこの事務所で先輩やったわけね。はい。で、あっちに移ったわけか。移った。OK、了解です、了解です。でも彼女の死は自殺なんだろう？その通り。しかし、その自殺には一つ大きな謎があるのだ。うんうんうん、謎？遺書だ。来た来た。発見されはされなかったのだが。どこからもな。ひらがなですよ、あれ。ごめん。あ、衣装がなかったんですって。だから自殺じゃないんじゃないかと言ってることですよ。はい、わかりました。はいはいはい。ようやくありがとうございます。ようやくありがとうございます。意味わかんない。消えた衣装か。でん。衣装か。来た。消えた衣装。彼女の死は確かに自殺だった。それは間違いない。はい。しかし、その衣装はどこからも発見されてはいない。うん。警察では誰かが隠したと考えている。衣装？でもそもそもゆりえさんがそんなものを書いた証拠は？確かに証拠はない。しかし彼女の右手の指先からインクの跡が検出されている、うん、なるほど。彼女の衣装を残した確率は極めて高いのだ、うん、だけど隠したって一体誰が？そうだな、うん、警察では不死身の勲氏だと考えている。なんなん全然わからへんな。でも死人に口出しなんですよ。そうやんな。被害者の？マジか。あったら持ち去ったってこと？可能性は高いね。はい。あ、そうなんだ。彼女の死体の発見者は不死身の勲だった。はい。あとで見つる気やった。ああ、衣装を隠すチャンスがあったのは彼しかいない。うん。不死身の勲が自分のマネージャーの衣装？なんで？衣装は発見されない限り、これ以上の推理は無意味だな。うん。とりあえず、こいつに目を通しておくといい。オッケー。自殺の報告書、その一本目だ。一本目ですか？一本目？死亡者天野ゆりえ、発見者不死身の勲、衣装を破棄した疑いがある。過去のね。そう話。あ、これ聞かないと多分キリエちゃんの話いけないんじゃない。キリエちゃん。キリオ。キリオちゃんの話。ゆりえの A と、うん、さっきのゆり名前分からへん。とりあえずなんか混ざってるんでしょ。混ざっちゃうんですよね。まだ突きつけるもんあるかな。カメラ証拠について語り直しもない。カメラどうなんやろ。いや、カメラは多分ね、まだかな、ないんだと思う、まだ。まあゴシップ記事も一応、はい、集まらないじゃん。 あ、じゃあこれでいけんじゃないかな。これでいけんのかな。ちょっと行ってみよう。行ってみるか。あ、待って、はい、まよちゃん作ってみて。まよちゃん作ってみるか。なんとなく今いないことに気づいてるかな。これどうだ、おかしくないか。お、我々に求められているのは事件のキーポイントを見抜く確かな眼力だ。その人物は語るべき意味を持たない。なんでちょっと専用の。なんで情報ありませんと素直に言えよ。なんでちょっと専用な感じにした。あ、そっか、証拠と人物でちゃうんか、言葉が。そういうことか。証拠と人物。あとは、はい。ないっすか。多分、みっちゃんがくれるのは、うん、過去の話なんだと思うんですよ。かな。行ってみましょう。で、ちょっと、とりあえず行ってみましょう。ホテル、ロビー。一回留置所通って、はい、これゴシップ記事つけてたっけ。つけてた。つけてた。オッケーオッケー、うん、じゃあそうらしいですねみたいなこと言ってたよ。言ってたって言ってたっけ、うん、オッケーオッケー。じゃあつける。じゃあ次で移動。ロビー。ロビー。
移動、すみれ、移動、移動、廊下、あーロビー行っちゃったよ、なんでだよ言ってから押せ、ロビーじゃねえぞ移動する、オートロの控え室、これね、よし来た来た、よしよし、じゃあこれいけるやろいけるやろ、あれと一緒やろ、前回のパターンと一緒やろ、これで話をですね、またそのそれやろ、それやろ、あれ、クリオさんいませんね、あ、おらんの、参ったな、彼女にはまだ聞きたいことがあったのに、サイコロックもありましたしね、マジでマジで仕方ないな、また後で来てみようか、あ、いない、オカメさん、はい、じゃあ移動しよう、イサオちゃんのお部屋行こう、とりあえずイサオるか、イサオるか、うん、イサオズ、イサオズ控え室これね、うん、来い、ない、 Nothing 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 Nothingすみれ、どっかでじゃあか今のでフラグ立ったから、ああああああ、どっかでカッカッカフラグが立ちましたよ、留置所とか行けるの、うん、移動する、カッカッカフラグ、とりあえず警察行こうか、カッカッカフラグ、留置所、うん、カッカッカフラグ、警察行こう、警察、ほうないねじゃあ、あ、オートロに行く、うん、オートロかな、あんな、女性の話、あ、そうなになになに、それそれそれ前の、あ、その辺全部聞こう、全員に、うん、ほら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 、来た来た来た、ナイスナイスナイス、待ってな、どうしましたか、どこまで知ってるんだ、お、何のことですか、弁護士さん、確かに僕はあんたに弁護を依頼しました、うん、でも余計な詮索はしないでもらえるのかな、来た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 久々やこれ、いや僕はそんなつもりは、てん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 、じゃあそろそろ僕はこの辺で食事の約束があるから日常会話やでこれ、日常会話留置所で一体誰と食事するんだよ、なるほどくん、どうやら天野ゆりえという女性はかなり重要な意味を持った人物らしいね、よし、あ、いなくなっちゃった、じゃあこれでこれでですわ、じゃあとりあえず事務所に戻ってこれで、ロビー行こう、これで一回、うん、もう一回ごめん、うん、行きましょう、行こう、すみれ、廊下ね、次廊下ね、うん、廊下ね、で次、はい、大トロね、大トロ来い、デリリリリ、あれ、デリリリリリリリ、じゃあ一回不死身の行ってから、うん、あれをこいつにも全体的に突きつきましょう。オッケー。こいつは多分知らんと思うけど。知ってます？そうそう。こいつは知らんと思うけど。あ、何かね。これ知らんね。ああ、なんでも言わせんといて。うちは情報にして。見境なく情報たるわかんけん。見かんねん。しゃんばり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 しゃん。無駄や。子供に厳しく夏美さんの教育方針。あ、わかった。おばちゃんにさ。そう、おばちゃんと。夏美さんのこと突きつけたっけ？おばちゃんと、あれです。この人にもね、つけつきましょう。ゆきえさん。ゆきえさん。ゆりえさん。ね、ダメだ、人物名ちょっと、ね。混ざっちゃってる、喋らんと。天野さんね。あ、知らない。知らんねや、お前。こんな美女。申し訳ねえ。同じ事務所じゃなかったの？なあ。プロダクションだろ？ってことは、これ違うからじゃあ。おばちゃんにさ、夏美さんのことにつけつけてみてよ。夏美さんのさっきなんか夏美さんのことなんかあの女とかしてたじゃん。あれだっけ？そのこと一切聞いてなかったじゃん。あ、ないわ。あれはいいのかな、聞かなくて。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。今思い出したから。3サイドのこと。いいですって言って、なるほど。君に人気がないのですね、面目ない。これをね、どっか行かなあかんかもしれんからな。トミーさんでくれるよ、まだマシだよ。行くぞ、はい。ああ、ないね。あれ？あとは？もうみんな誰かにつけてないかな。これ難しいな。あ、みっちゃんにさ、オートロとかの話聞いてみる？みっちゃんな、なんか昔の、あ、じゃ今の、今には全く興味ないよね、あいつ。あの、過去の話にしか興味ない。そうそうそう。過去話にしかね、全然興味なさ、示さへんもんな。そっか、ジムスパイ。これよ？あ、あ、ちょっと、しばらくこの国を離れてるうちに。よし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 。こんな情けないタイプの俳優が人気を集めてるもんな。嫉妬か？春風のように爽やかがキャッチフレーズらしい。は、春風のどこが爽やかなものか。どうやら花粉症らしいな。
この程度かい。イサオちゃんもじゃあ。イサオちゃんもやってあげましょう。花粉症だってことは分かったからいいよ。彼については気になる噂があるな。いいねいいね。神谷キリオは彼に接近してた、していたってやつか。でも、週刊誌のゴシップだね。私ならそれだけが片付ける気はな、しないか。はい。あ、その程度。え、ゴシップ記事は突きつけてるけど。あ、じゃあトランシーバーを突きつけてる。ああ、いいねいいね。マヨイちゃんの話してないんだよね、全然。あ、つまらない。マヨイちゃんのこと相談させてくんねえかな。なあ。実は捕まってんだ。警察じゃないでこいつはな。まあそうだけど。うん。でこれやったよな。やった。それそれじゃあもう一回。こうやってみよう。うん。報告書で見る通しに好きでもない。あかんなあ。それが自作の報告書であればなおさらだ。さらにそれが2本一遍ともなれば最悪だな。お、来た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 。何何何？なんていうこと？2本？こいつが2本目の報告書だ。くれよ最初からくれよ最初からよこせよ頼むわ、みっちゃん。マジかよ、もう。自殺未遂の報告書。お誰の自殺者の氏名は、神谷キリオちゃん。キリオさんというのは、あの。うん。彼女が自殺未遂だって？とてもそんなことするような人には見えなかった。殺そうとしたキャリアウーマン、それが彼女のイメージだ。しかし、神谷キリオにはある秘密があったのだ。よし。秘密が？依存。依存。それが彼女のキーワードだ。依存。彼女に一番似合わない言葉だぞ。確かに。なに？話す。あ、依存。あ、依存ある。よしよし、行け。神谷キリオと依存、どうつながるんだ？神谷キリオが自殺を試みたのは、天野ゆりえが亡くなった数日後のことだった。はい。これが神谷キリオはなぜ自殺を考えたか、うん、生きていく自信を失ったからなのだそうだ。ほう、自信を一体どうして。先輩が死んだ。そうな。信じきっていた先輩天野ゆりえがいなくなったからさ。なんだって。それってそれってつまり後追い自殺ですか。ほう、よう知ってた。自殺未遂後、神谷キリオはカウンセラーの面談を受けている。はい。彼女は自分が心から信頼できる人間を見つけて、うん、その人物に盲目的に従おうとする。え、マジで。そうでなければ不安で生きていくことができないのそうだ。しっかりしてそうで、実は。ああ、なるほどね。弱い部分も持っている、だからモテてしまうってやつね。僕はよくわかるんですが、それが彼女の依存なのか。天野ゆりえに突然自殺されてしまって、目の前が真っ暗になった。神谷キリオはそう語っている。じゃあ、あの自信に満ちた態度は全て嘘だ。天野ゆりえに従ってそのように振る舞っているだけだ。なんてこった。オッケー、オッケー。これがあれば、これであればキリオちゃんを崩せる。多分帰ってきてるでしょう、うん、天野ゆりえの自殺によるショック。でこれ一応念のため、はい、もしかしてこれが3本目だって言われるかも。いや2本って言ってたからさっき言われるかもしれんから、これ1回突きつけます。はい、かけは人は見かけによらない。月並みの言い方がまさにその通りだな。キリオさん、あのしっかりした態度の裏にそんな弱さが隠されていた。そんなことよりこれが3本目だって言うのを見といて今から。ポン。はい、はい、はい、行こう。これでいいんだ。一発だけごめん。おい、こいつは関係ない。うん、こいつはもういいんです。こいつはどうでもいいから。うん、じゃあ、これで勝ちでしょ。これでも戻ってきてるはず。さすがにこれで勝たして、うん、お願いやから。まさかの2本目があるとは。最終から渡すよ。ポッケにしまっとくなよな。ねえ。なんでそんな出し惜しみした。こっちか。いつ言ってくれるだろう。よし、来た。帰ってきてる。多分ね。頼むで。ちょっとお手洗いに行ってたんじゃないか。あ、キリオさんがいらっしゃいますよ。よし。どなたかとお話しされているようですけど。はい。あれはカルマメイ。メイちゃんか。なに、セーブしよっか。しよう。よし、ここで引っ張る感じでセーブ。引っ張るぜ。よし、行きますか。はい。あれはカルマメイ。カルマケンジさん。こんなところで何をしている。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも
更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。